会社の平田です。今日5月の23日の交流会で案件持ってる会社さんについてのお知らせです。あ、ちなみにですね、案件持ってる会社さんについては本当は最初の方で開始の時にいろいろとお話をするつもりなんですけれども、ただもうあんまりにもいらっしゃいすぎてですね、多分話せないものがあるので、それについてのお話です。医者さんあるのは、今作ってるソーシャルゲームとか、ネイティブアプリですね、のキャラクターデザインとモデリングやってほしいって案件が来ています。マヤなんですけど、あるその会社さんから多分今後仕事を受けるなという会社さんからは、ほとんどやっぱり 3D よりは 2D 部分の方が大切だということだったので、2D のキャラクターデザイン得意なところを、ちょっとお話できればというふうに思っております。ご興味がある方はお知らせください。よろしくお願いします。